それでは諸君、中学1年生資料の整理というのを勉強いたしました。さあ、期末テストはどうだったかな。パフパフム。さあ、期待してます諸君、期待しています。来週の人は頑張ってね。ではね、資料の整理入りたいと思います。実はこれね、今の小学校6年生勉強済みです。同じこと勉強しちゃいました。なんと小学生に降りたんですね、これがね。参りました。でも中学生は小学生に負けないように頑張ってやろうね。はい、資料の整理です。まずね、この表のこと、度数分布表と言います。度数度数分布表というんですね。度数分布表と言います。そして、階級というのが左側にあって、ここで言うとね、メートル、実はこれね、何メートル投げたかっていう問題なんですよ。本当はね、ハンドボール投げで何メートル投げた人が何人いますよっていう表なんです。度数と書いてあるのは何人の人です。ここは例えばここですと、一番上ですと5メートル以上10メートル未満の人が4人。消防ハンドボールでしょ。砲丸投げだったらこんなもんかもしれないけどね、ごめんなさい、余計なこと言いましたが、5メートル以上10メートル未満の方が4人いたとね、投げたね、4人。そして次の階級、10メートル以上15メートル未満の人が9人いました。だーっと来て全体で30人いますよっていう度数分布表でございます。はい、データが揃ったわけですね、これで。ほんで、まず過去1番聞かれていることは、まず7番、階級の幅、ナイスデイね。階級の幅はどれだけありますかっていうので、これです。5メートルから10メートルと書いてある。5メートル以上10メートル未満ですから、その幅って何メートルですかと聞いてますので、これは5メートル単位を入れて答えてあげれば出来上がり。 OK、 次です。度数の最も多い階級はどこですかと聞いてますので、人数が一番多いところを求めればいいんです。ここです、15人のところですね。で、階級はどうですかと聞かれたら、きれいに全てを書いてあげます。どう書くかというと、20メートル以上25メートル未満というふうにしっかり書いてあげてください。ニョロニョーなんて使っちゃダメなんですね。はい、次です。20メートル以上投げた人は何人いますか。20メートル以上ということは、20メートル以上ここからのスタートですね。上は未満ですから入りません。ですので、この3つの階級の人数、度数を合計すればいいですね。15人、8人、3人ということで、26人という形で答えを出してやってください。簡単です、もうめっちゃ簡単です。では4番にあえて出してみました。これはよく出る問題です。最頻値はいくつですかと聞かれます。モードという場合もありますので、括弧して覚えておきましょう。最頻値というのはここに関係するものです。最も度数が多いところの階級の階級値というのを答えます。最も度数の多いところですね。度数の多いところ、階級の階級値を答えます。階級値って何ですかと言われたら、ここが最も多いのは分かりました、その階級はここですの真ん中の値が階級値と言います。真ん中の値なんです。ですからここで答えを言ってしまうと、
22.5メートルというのが真ん中の値になります。ですので最頻値は 22.5メートルと答えますが、もしこれがきれいに出ない方は足して2で割ってください。20+25÷2 です。こういう計算をすれば確実に出るので覚えておいてね。最も度数の多い階級の階級値、これが最頻値というものであります。では5番です。25メートル以上30メートル未満の階級の相対度数、これは何かというと、その階級の度数を度数の合計で割ったものです。25メートル以上30メートル未満っていうのはさ、ここじゃん。だから8人という度数だよね。その8人を全度数、度数の合計全員です。で割った時の答えが相対度数と言います。これは小数で答えることになっています。答え方がですので 0.8÷30 ですね。0.80 ですから2が出てきますかね。8÷30、そうですね、 0.2 が出てきて60が出てきますね。で200とかって出てきますね。6出てきまして180とか出てきて2がこう出てきてしまうんですが、この場合ですと割り切れないという状況にはなってしまいますね。あ、ごめんなさい、間違った、すいません。これ50人でした、失礼ぶっこきました。50ですね。ですので8÷50という形になります。ですからここが、8÷50 はきれいに割り切れますね。0.16 という形で割ることが出来上がりました。これが相対度数ということになるわけですね。その度数を合計で割ってやってくださいということです。ごめんなさい、ここね50でしたねということなんです。はい。そしてですね、ヒストグラムと言われたら、この、度数の部分を柱状グラフに表現してあげると出来上がりです。柱状グラフを書こう、それがヒストグラムというものですね。それではもう一つだけちょっと確認をしておきます。それは何かというと、これね、最頻値と出たから実は中央値というのも実はあるんですね。この中央値は50人の、今50人でした、これがね、50人の真ん中の人、中央の人、これは何番目にいますかをまず確認してあげたいんです。偶数ですとなんと2人いるんですね。ちょっと例を挙げてみましょう。例えば5人だったら奇数ですよ。1番目、2番目、3番目、4番目、5番目、ほら綺麗に真ん中の差しと3番目ということが分かりますよね。ところがもしこれが6人だとすると、1番目、2番目、3番目、4番目、5番目、6番目となって真ん中の人がなんといないんですよ。1人じゃないんです。それゆえここの2人の部分を中央値ということになってます。ですから50人いると真ん中の人は50を2で割ってあげて25が出ますので、その25番目の人と26番目の人、この2人が中央になるんですね。となると25番目の人と26番目の人はどこに入ってるかを確認します。4人と9人でここまでで13人いますね。それに11人を足すと
24人。ああギリですね。となると確実にここの階級の中にいるということが分かります。25番目と26番目の人ね。だからここの階級値、さっきの、最貧値と同じように、全く同じように 22.5 メートルという形で中央値を表してあげてやってください。もう一度ごめんなさい、ぐちゃぐちゃしちゃったので整理しておきます。資料の整理だからね。まずはこの表の名前、度数分布表、いいですね。はい、そして階級の幅、ここからここまでの幅5メートル。今回はね、度数が最も大きい階級はと言ったら、完璧に長いものを答えてやってください。20メートル以上、25メートル未満、そして最貧値、ここをチェックしていきます。最も度数の多いところ15、それの階級20から25なんですが、その真ん中の値、それを階級値というんですが、 22.5 メートル、こんな形です。最後に相対度数です。25メートル以上、30メートル未満であったらここですので、その8人という度数を拾ってきてください。その8人を全度数全員で割ってあげて小数で表現したものが相対度数、こんな形になります。ヒストグラムを書けと言ったら、こんな柱状グラフを書いてみてください。それではまた次回にいろいろと予習復習してみたいと思います。よろしく。